はい、皆さんおはようございます。ナチでございます。今回はですね、ヘライスコーリンが来ております。こちらプラスのドロップ数はあまりよろしくないんですけど、早く回れるということで、多分人気があるんじゃないのかなと思います。で、経験値も2万5000ぐらいあるんで、ランクアップもね、なかなかいいスピードでできるんじゃないのかなと思います。はい。で、まあ、ゴンさんで周回するパーティーを紹介するんですけど、まあ、おそらくね、他の人も出してると思うんで、かぶってたらごめんなさい。はい。もうちょっと検索する気にはならなかったんですけど、僕が回ってるパーティーこれです。多分かぶってないといいんだけどな。かぶるとパクリ言われるから怖いんだよな、YouTube。ということで、かぶってないことを信じて、やっていきたいと思います。個人的なんでね、皆さんがどういうパーティーを使ってるかは分かりませんけど、僕はこのパーティーで回ってますという、動画なので、これが一番早いとかいうわけではないので、そこら辺ね、ご理解していただけると助かります。相変わらずね、クソみたいな陣が飛び出しますね。で、基本的に 2way 組めばこのパーティーなら倒せますので、まあ、なるべく 2way を温存していきたいんですけど、なかなかね、木の生成量が悪いもんでね、ね、しかも落ちないんだよね、このダンジョン。この真ん中の、このドラゴン3連戦が確定ドロップじゃないので、多分 40% ぐらいなのかな、超級ぐらいのドロップ率かと思います。なので、ちょっとこの辺がね、悪いんですけど、プラスの集まり具合が。まあ、ここは落ちますんで、確定で3つ落ちますね。確定3つの最高6つぐらいだね。なので、まあ、これぐらいのパーティーなら基本的に 2way を1コンボで全て倒せますということです。まあ、なんかリーザとかオシリスとかね、あとはファクトとか、ファクトはいいかもしれないんだけど、オシリスとか入れるとちょっと 2way の火力下がるんで、ちょっと不安だったからメイメイ入れてるだけです。はい。うん。2分の動画はちょっとね、納得いかないからもう一周しよう。2分はちょっとね、なんか、なんなんだろう。短すぎるっていうかさ、手抜きじゃないんだけど、ちゃんとしたパーティー紹介してるんだけど、なんかね、2分。まあ、いいんだけどさ、個人的には最低でも3分ぐらい欲しいんですよ、僕は。なんかの周回動画的にもね。で、本当にこれ 2way1 コンボで死ぬのっていう。ドロップ強化のせいじゃないのみたいなこともあるかもしれないんで、とりあえずもう一周しときます。落ちないかな、こいつ。こいつがなんかね、1倍とね、落ちない。他のやつらと比べると、なんかそんなイメージがあります。アルデバランはなぜかね、やたら落ちない気がする。ね、もうイースもね、1コンボで倒せる時代になっちゃったね。 2way1 コンボで。昔は僕何でやったかな、初見これドラパでやったかな。ドラパだと、まあ、地獄級ならそこそこ戦えたんですよ。バインドがやばかったけど、まあ、超地獄はね、当時これえげつない難易度だったんで、地獄級で多分皆さん取ったと思うんですけど、まあ、当時はね、ドラパでなんとか勝てる感じだったと思います。はい。ということで、ヘライースプラマラの高速周回パーティーでございました。ご視聴ありがとうございました。